さんがね、カツオ出してたっけな。最高ですよ。こんな重量もないよ。本物の大きさだって、どっちそして、豚バラです。これ、これなんですか？名刺を飲むの、乾杯で乾杯で乾杯。すいません、いつもいつも、すいません、はい、お疲れ様です。いいですね、冷たくて。うん、冷たくないです。昨日から休んでたんですけど、決戦投票まで持ち込んだら勝つんじゃない。どうも。どうも。いい、いただきます。
美味しい。来ました。稼働の時間があるから。オリンピックの餌が大事なんだよ。いいですね。全然話しておりますけどね、はいはい、オリンピックでね、はい、週末も見えたはい、豆腐サラダ、はい、同じ冷たの鳥川町コールで、はい、冷たの好きです、はい、今から大丈夫です、若いからな、やっぱり若く感じる、改めまして、すみません、乾杯、いつも、いつもいつも豆腐サラダと鳥川町コールいただきました、キューバラ様あの試合だけ見たい。あの兄貴好きだな。強い強いですね。うん、強いね。ひじきですね。競技ね。あと水泳あるじゃん。あ水泳まで見たいです。あのだってだって22ぐらいでしょ、これ。23で。お待たせしました。目の前になっちゃった。ごめんなさい。うずら卵、アスパラガス。俺はみんなそこ来るんですよ。ああ、どこやねん。本当はうまいですよ。理事長のね。理事長の息子らしい。ステンバックもやったんでしょ。嫌なんだ。何の意味もないよ。お客さん、ありがとうございます。それで生き返るんだったかな、うん、エビ節、あ、うまそう、これ最後、そしてイカ、イカさん、次にイカさん、そして豚バラです、だから早い、はい、どうぞ、エビとイカとなんだっけ、豚バラ、うん、イカ食べる、せっかくだから、うん、それで俺は高校生の時、うん、梅田の資産ね、ね、意外と包丁が入って食べやすくなってる。白身魚、うずら卵、そしてかぼちゃです。はい、お待たせしました。もう決まってるの、これだな、ね、一切だな、朝公園まで行ってる。戦争のさ、限定の戦争、これ食材が、うん、食材がいいな、お茶もいいね、ちょうどいいよ、サーモン、サーモン、はい、サーモンですよ、うわ、うわ、強かったね、三四郎ね、強かったね、大人気ですよ、ね、一回前で講演会に来てもらったことがあって、167度です。あ、全然いい。うん、
今日これで最後美味しい。高野豆腐。はい。高野豆腐行きますな。僕は高野豆腐。あ、それは吉住でから一回行った方がいいよ。なんで？俺日本の豆腐はね。じゃあ、立ち退きで、ええ、あだったんですか。全部、買った動画が全部やってくれた。ああ、よかったですね。力ないんだ。あ、やってくれたんだ。無料でやってくれた。あ、よかったね。ありがとうございます。新しい。どこ座っていいんですか。どこ座っていいですか。あ、うまい、よかったね、マスター。本当に。あんまりたくさん入れませんね。いいんですけど、いや、ここのも食べない、食べれなくて。はい、どうもすいません、すいません。はい、すいません。ピーラーソースですね。そういうのいけるんですか？あ、全然ですよ。大丈夫です。カルサメ？枝豆をもらうかな。どうぞ、働くんですか？いや、10人。最高ですよ。こんな贅沢ないよ。宮山エッグで、相続じゃないけど、うん、結構土地出てきたりするので、うん、そうですね。だから、はい、すいません。そんなもう一回しか来ないよ、こっち。え？僕ちゃんと来ない。これまだ一緒に飲んでるんですよ。なんか見てる。そういうの面白いよね。百貨店だね。趣味店じゃないよ。あんなの。うちの居酒屋だから、うちなんかが。どうです？どうなんでしょうね。もうほら。
ますよね。乾杯で。お疲れ様です。お久しぶりです。まずあの薩摩揚げの、あの六種盛りでした。六種盛り。わかりました。はい。それに、大葉チーズ、桜エビチーズ、玉ねぎ、ごぼう、紅生姜、ニラです。いいですね。チーズが入ってるやつは少し冷めてからカットした方が。お味ついてるのでこれ。醤油薬です。そうですね。これもなんかこれどうやって作るんですか。酢漬けになってるんですか。トマト、カツオ昆布だしに。なんだね、カツオだしって言ったっけ、なんだろう。作って、で、揚げるんですか。あの、すり身を、すり身、魚。女性もあれなんだね。
ガールズドリンクが。すいません。いい歳してね。え？いい歳した。本当よ。二人。本当話だよな。本当よ。ついで店長乾杯ね。お疲れ様です。また頑張ってくださいね。働くみたいな話になって、あー、バーもやってるからね。だから女の子も来るんだもんね。ここね、普通になんかあのガールズバーなんですけど、女の子も普通に飲みに来たりしますよ。まあ、新しいお店ができたらとりあえずは行くって決めてるので。そういう、あ、いいね。はい、どうぞ。乾杯、みんなで乾杯で、乾杯、乾杯。お疲れ様。え？アサリうまいっすか？アサリうまい、アサリだもん。高いんですよこれ。じゃあ開けちゃってください。開けちゃって。乾杯。ありがとうございます。乾杯、またね。いただきます。お酒強いの？ない限り。ありがとうございます。信用してない。また。美味しいですか？